はい、昆虫隊長発足です。今回は、あちらにね映っていらっしゃる都を引き換えるではなくて、こちらのねサソリを、紹介したいと思います。紹介も何も動画にしてることはあるので、まあ、新しくお迎えしたっていうわけではないんですけど、まあ、現状報告したいと思います。それでは早速やっていきましょう。はい、まずね、こちらのサソリはですね、ベトナムフォレストスコーピオンっていうサソリの子供です。通称チャグロサソリって言われるやつですね。今あの親の画像をここに貼っておきますね。でこの子からね、去年の何月くらいかな、夏ぐらいにね生まれて育てています。で6匹生まれたんですけど、今ねこれ4匹になってしまって、2匹ね乾燥で死なせてしまいました。サソリって水がないと死んじゃうんですよね。で今までねこうやって個別に飼育しているんですけど、なかなかね大きくならなくて、でサソリってね全然餌食わないんですよ。なんでねもう6匹まとめて、もうほぼレッドローチと共存みたいな感じにしてたんですけど、そしたらね水分が足らなくて死んでしまったっていう子が2匹出てきて、なんで今は完全個別に分けて、こういうね、ヤシ柄のチップ、虫類飼育用のねパームマットっていうねヤシ柄を細かく砕いたやつを床材にして、湿度を保って、1匹ずつ飼育するっていう感じになります。でいつものメンテナンスの流れとしては、まあ湿度はねだいぶ問題ないんですけど、まあこの時期念には念をっていうことで霧吹きして餌のねレッドローチを与える感じになります。いつもだいたいねレッドローチの生まれたてとか、まあ、適当にあれ適当にね、この辺のサイズを4匹ぐらいですね。だいたいこう4匹ぐらい放って、あちょっと5匹になってたけど、まあいいか、これで、終了っていう感じですね。だいたい3日ぐらいで食べるようになりました。最近餌食いいいんですよ。でちょっとずつねお腹も膨れてきていて、早く脱皮しないかなっていうふうに思ってます。まだ1回も脱皮してないんで。サソリって成長遅くないですか？僕だけですかね、育て方が悪いのか。なんか他の方の動画とか見てるとすごいもう大きくなっていて、どうやって育ててんだろうっていうふうに思いますね。この子2匹残ってるからあんま食ってないな。お、この子結構お腹パンパンだね。チャグロサソリ、横から見るか上から見るか、あなんかそんな映画ありませんでしたっけ、打ち上げ花火か。はい、というわけで、サソリ4匹、おかっこいい、早くね大きくなってほしいなっていうふうに思っています。ずっと去年生まれてからずっと思ってます。この床材にするまではその多分隠れられる場所が多かったから餌にたどり着けなかったのかな。であんまり餌食いが良くなかったのかわかんないですけど、今のねこの環境だと下にもあまり潜れないのでね、サソリが餌見つけやすいのかなとか思ったりしてたりしてなかったり、あとは何だろう、温度の問題なのかな、それか湿度の問題なのか。まあでも今のところ、そう、最近この環境にしてからようやく餌を食べ始めて、前まではほぼ強制的に与えないとなかなか食べてること確認できなかったんですけど、だいぶ今いい感じになってきています。色がねまだちょっと薄いので、もっとなんか黒くてごっついかっこいい感じになってくれたらなっていうふうに思いますね。はい、というわ
けで、今回はベトナムフォレストスコーピオン、通称チャクロサソリの動画になりました。まあ、大きくなるのすごく楽しみなので、これからもこんな感じで飼育していきたいと思います。またね、サソリに関しては動画にしたりすると思うので、気になった方ぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね。